よろぶーん、あにゃせよ。今日は韓国に3年ぶりに帰省した職員たちが送ってくれた写真をコメントをしながらご紹介したいと思います。まずはソウルで最も古い歴史を持つナンデムン市場から。いろいろなお店がひしめき合ってる様子が懐かしいですよね。屋台料理食べたい。続いては骨董品や伝統工芸品を取り扱うお店が多く立ち並ぶインサドンです。お、この三角形にお気に入りの猫のグッズのショップがあって、よくそこでお買い物をしたのを思い出します。最近は韓国の伝統的な建物であるこのハノを改造したカフェなども人気だそうです。こちらはマロニエ公園です。演劇の街として知られるテハンロにあるランドマークのような公園なんですけども、最近大ヒットした2521っていうドラマのロケ地にもなっていたので、見覚えのある方もいらっしゃるのではないかと思います。ここはナクサン公園ですね。ここもドラマのロケ地としてよく使われる場所ですよね。夜景が特に綺麗なのでデートスポットとしても人気です。ここはナムサン公園ですね。 N ソウルタワーがあります。ドラマのロケ地としてもよく使われていますよね。でここも夜景が本当に綺麗ですよね。なので夜に行くのもおすすめです。続いて食べ物編、タッカルビですね。締めはやっぱりポックンパン。これはウゴジピョヘジャングというものだそうです。ヘジャングっていうのは酔い覚ましスープのことなので、二日酔いの時に飲んでも良さそうですね。これは牛の小腸のコッチャンかと思ったんですけども、聞いてみたところ、これはマッチャンという牛の第4胃袋だそうで、これを同じように焼いて食べます。こちらはキムチマリークックスというもので、キムチのスープで食べる麺料理なんだそうですね。続いて屋台料理。このカップに入れて爪楊枝で食べるっていう、そのスタイルが懐かしいですよね。こちらは揚げ物類ですね。トッポッキのスープにつけて食べるととても美味しいので、ぜひ試してみてください。こちらはチャプサイドーナっていうもち米のドーナツだそうです。中が本当にお餅みたいにもちもちしているそうです。こちらはマッコリパンといったりスーパンといったりする蒸しパンですね。マンドゥ、日本語に訳すと餃子になるんですが、韓国では小麦粉の生地にお肉や野菜を包んだ料理を幅広くマンドゥと言います。こちらはおやきに近い感じですね。カットフルーツをこう並べて売っている様子もミョンドンの後でよく見かけたので懐かしいですね。最後は韓国のコンビニにやってきました。さすが韓国、ラーメンの種類も豊富ですね。韓国に行った時は必ずこのプラスチックのバナナウユも飲みますし、個人的にはこのチョコウユも推したいです。最後は職員たちが韓国で発見した面白いもの、面白い人をご紹介したいと思います。まずはタルゴナ名人です。ドラマイカゲームが世界的にブームになったことがきっかけで、この方も一躍有名になったんだそうです。文化医の屋台シリーズ動画をご覧いただいた方はお分かりになるかと思うのですが、タルゴナをきれいに作るのは本当に難しいので、この方の凄さがとてもよく分かりました。街中でいくつかおみくじが引けるコーナーを見つけたそうなのですが、干支の運勢を見るものとは別にもう一つ自分の MBTI の運勢を見るものがあったそうです。やっぱり韓国はまだまだ MBTI ブームが続いていますね。韓国にも制服を着てロッテワールドに行くという文化があります。最近はロッテワールドの近くにレンタルショップがあるので、そこで借りた制服を着ていくということが流行しているみたいです。インスタ映えするっていうことで人気なのだそうです。最後は職員が慌てて撮影したという一枚。ドラマ私たちのブルースでイビョンホンさんが運転していたようなあらゆる生活雑貨を積んだトラックです。ドラマと関係があるかわからないんですが、面白いので撮ってみたと言っていました。こうして写真を見ていると本当に行きたい気持ちが高まりますよね。私も早く韓国行きたいです。では次回の屋台シリーズもお楽しみに。